こんにちは、花坂爺さんです。今日はサフィニアブーケを摘心して、超満開にする方法4選を伝えますので、最後までね、見ていただきたいと思います。これ見てください、皆さん。サフィニアブーケ、花言葉はですね、咲きたての笑顔なんですね。で、この花の特性はですね、節間が短く、分子もよく、花束みたいにキュッとまとまるんですね。またですね、開花期が長く、初心者でも非常にね、育てやすい花なんですよ。で、特徴はね、人気のブーケで次々と花が咲きます。で、秋までね、楽しめるんですね。また夏の暑さにもね、大変強くてとても丈夫な花なんです。それではね、早速摘心をしていきたいと思います。摘心というのは枝先をカットして脇芽を出す作業なんですね。はい。で、今日はちょっとね、植えてから時間が経ってますから、ちょっとね、短めにね、カットしていきたいなというふうに思います。普通の摘心っていうのはですね、ここにちょっと見てください。これね、一番近い花、ここに花があって花芽があります。それからここをね、この大きな葉っぱの上でちょこんと切る、これが普通の摘心ですね。はい、これが普通の摘心です。はい、普通の摘心はここを、花芽と花をね、この葉っぱの上でちょこんと切る、これが摘心なんですね。ところがね、これちょっと伸びてるんですよね。ですからこういった場合どうするかというと、ちょっとね、長めに切ります。そしてね、こじんまりと丸くなるように仕上げていきたいなというふうに思います。まあ皆さん今やったように苗が小さい時は今の摘心をやりますけど、苗がちょっと大きくなってくるとですね、下から切るんですね。で、まあ、こんな感じでちょっと長めに切ります。で、こんな感じでね、今日切っていきたいなというふうに思います。だから、なんていうのかな、丸く切るっていうことなんで、まあ状況を考えながらね、短く切ったり長く切ったりということでね、やっていきたいなというふうに思います。基本的な切り方は先ほど申し上げましたのでね、もうね、ちょっとこの花に合ったところでね、丸くイメージしながら切っていきたいなというふうに思います。でも結構長いんですよね。ですから本当はここで切るんですけど、ここでちょこんと切るんですよね。本当はここでこんな感じでちょこんと切るんですけど、でもね、今回はちょっと短めに、短めというか長めにというかね、こんな感じで切ります。はい、ね、こんな感じでね、カットしました。あらかたね、こじんまりになったかと思うんですけどね、これすぐね、一回り大きくなりますね。こんな感じで大きくなってきますからね、心配しないでください。生育は早いですからね。で、まずね、切ったらこういったものをね、消毒をやりますね。虫病気の予防と切り口の消毒ですね。ですからまず株元からシュシュッとやってね、一周回って回ったら全体的にね、切り口を消毒します。葉っぱも消毒しておきます。そしてね、切り戻し摘心をやったらこういったものね、ガーデンボールってあるんですけど、まあこれ市販のね、固形肥料で結構ですから、こういった粒状になってますから、これ2個ずつね。このサビニアブーケ、肥料が好きな花なんですよね。ですから、なかなか肥料のやりすぎってあんまないんで、まあ、埋めといてもらえばいいかなと思いますね。はい、こんな感じで鉢の内側にね、埋めてください。で、これでね、摘心の完了ということなんですけど、引き続きね、超満開にする方法4選を今から伝えますからね。まず、1つ目何かというと、栽培環境なんですね。この花ですね、半日以上直射日光の当たる屋外でね、育ててください。2つ目がね、水やりです。
土の表面が乾いたらたっぷりやります。夏はね乾燥気味、で育てます。開花中はね花に水がかからないように、してください。夏はね朝と夕方2回、昼はねもう NG ですからですね。昼に水をあげるとその水が沸騰して、苗にね損傷を与えますので、それはねやめていただきたいなというふうに思います。3つ目、肥料なんですね。すぐに吸収する液体肥料を500倍に薄めてですね週2回あげてください。緩効性肥料はね月に1回でいいかと思います。4つ目、摘心なんですね。切り戻しの後ですね、芽が出てきたらですねもう一度枝先を切ります。ここがポイントなんですね。あと通常通り育てると超満開になるんですよね。ここがポイントなんですね。サフィニアブーケをね、摘心して超満開の花をね花咲かじいさんと一緒に育てましょう。最後になりましたが、いつもコメントくれてありがとうございます。チャンネル登録してね花咲かじいさんを応援しましょう。方法は画面中央に私の似顔絵が出てますから、ピッとねピッとクリックするだけです。右側のねベルのマークも押してください。今日もね最後までご視聴いただき本当ありがとうございました。感謝感謝感謝です。次の動画でねまた張り切ってお会いしましょう。